はい、毎度どうも恐縮です。キミヤスと申します。マシナリウム続きをやってきたいと思います。よろしくお願いします。さて、前回でこのアイテム取ったんですけど、これね、何使うんだろう。これ全然わかんないです。とりあえずここを出よう。で、ここでなんかね、秘密があると思うんですよね。この小動物に対してなんか使うんじゃないかと。あ、違うんだ。ここ違ったね。ここわかんないんだな。なんだろう、あれ。わかんないんだ。これ、体ね、実はね、右スティック上下でね、伸ばせます。実は。伸ばせたりしました。待って待って、間違えた。多分、先輩の、先輩いる部屋の鍵を開けるね。ここもう一個開けなきゃいけないんじゃないかな。どんだけど。どうだろう。反応しないですよね。一回上行くか。この隣で、あ、阻止するんだから、これなんかやるのかな、ボーンって。これ使うのかな、なんか、ハンダコテのような。違うね。これ空っぽだよね。なんだこれ、つって、蹴飛した。これ外出て大丈夫なのかな。これは開いちゃった。外出たけど、アイテム持ってるね。なんか上に行けそうですこれね。これなんかあるよ。これ取れないんだ。内側は？なんかいる。ボタンあるよ。ボタンいっぱいあるけど、これはなんだ、エレベーターかな？話しかけてみるか。傘。雨降ってるのって。ああ、あの子が、噛んじゃうのね。なるほど。で、これを直せばいいのかしら。上、下。あ、上、上？あははははは。なるほどね。なるほどって言っときゃなんかよくわかってない。なんか下がってくる。上がってくる。下がってくる。こっち側行ける？反対側行ってみるか。行けないんだ。これは、あの子がね、みたいな話で、なんか、してるわけですよね。呼んでんのかな？あ、ペットか。ペットを探してるのか。もしかして。なんかいましたよね、そこ、なんか外側にね。あそこ、これこれこれ、この子、この子、この子。どうやって捕まえるんだ？ん？これどこまで行くの？奥まで行くって？ああ、磁石で吸い取るっていうこと？
つかないよ。つきません。違うな。なんか分かってきたような、分かってこないような。これでいいのかな。あ、1個下だよね。できた。で、これで、お、吸い付いた。これをどうするの。あー、そうだね、登るためか。なるほど。うわー、難しいこれ。え、でもこれ登れんの。これ伸ばして、あ、こっからか。なるほどね、こういうことか。で、これは伸ばして、すごい。え、なんだこれ。今度は何を操作するのこれ。向こうちに行くわけだから、これね。ああ、あれで銃が使うってことか。え、それビコーンっていうのは何？飛ぶものが、アイテムを飛んだいけないのか。このからくりを解かないといけないんだな。なんだろうこれ。あ、待てよ。これしか移動できないのかな。あ、なるほどね。このピンが指してる方向しか動けないってことですね、これね。これ乗ったとして。あー、なんか油落としてるよ、これ。ってことは、こういうふうに移動するのがいいのかな。あ、ちょっと違ったかな。こうかな。これ移動できる。で、このオイルは何だろう。で、角度変えてこう移動させるのかしら。ここまで来た。で、油を、あ、匂い嗅いでる。あ、そっか、機械だからオイル好きなんだね。で、これでこの間に何をするって。あ、いっちゃった。この間に撃てって、もしかして。ちょっとやってみよう。で、ここで降りて、速攻で降りて、これいいのかな。違うの。違うんだ。オイルを好むペットだっての分かった。ここでは使わないのかな。
え？ビヨーンっていうものがないとダメなんだけど、なんかやんのかな。あの油舐めてるときになんか飛ばせるものがないとダメってことか。わかりました。あのですね、よく見るとですね、ここにね、これがぶっ刺さってるんですよ。刺さってるんですよ。なんでこんなとここれが刺さってるかっていうね、これで組み合わせて書こうかな。で、オイルでおびき寄せて動きをまず止めさせて、ペットのね。で、その隙に私が降りて、この、なんだろう、吸盤のついた銃で捕獲するということですね。オイル出します。で、後ろ降りる。降りて、これ使ってすぐ狙う。はい。すごいかな。この感じ。食べちゃったよ。で、行くと。で、晴れでこのお姉さんにペットを渡すことができると。これ探してから連れてきたね。傘を敷いたら、ペット探してっていうことですね。はい、探してきたよ。はい。ついちゃった。傘ありがとうって。押してきた。で、こっちはいけないんだな。で、この傘をどうするんだろう。あ。あ、機械水に弱いからってこと？これ。奥行っちゃったよ。あー、うっそー、これ。水に弱いから奥に行けなかっただけか、これ。あ、どっか行っちゃった。からもこっち行くしかないのかな、この手前側は。行くしかないみたい。ですよ。あ、よく見たよな。どう見てもこれも奥に行くしかないですよ。なんだここは。ギャングみたいな人がいるんだけど。話しかけよう。うん。あ、楽器を演奏してたら、あ、取り上げられちゃったんだ。かわいそう。あー、やっぱ悪いやつなんだ。かわいそうに。取り返してやろうって、この人は。うん。ここ、取られちゃったの？君は？それはなんか問題なさそうだな。よくわかんないけど。ええー、そっか、なんかかわいそうだ、三人組だ。なんか仲間だって感じですね。そっかそっか。はい、ということでございまして、今回の動画はここまででございます。ご視聴ありがとうございました。また次回もやっていきたいと思いますので、一つよろしくお願いします。それでは、さよなら。